で今日はですね、日本にもいた、首長竜タラソメドンの仲間たち、地質の日講演会というのをですね、開催していたんですけれども、その第2部といたしまして、はい、講演をいただいた講師の東京学芸大学准教授の佐藤珠樹先生に、当館のタラソメドンハニングトニというですね、首長竜について、そして、ご監修いただきました、その首長竜のちょっぴりニューアル大作戦の裏話についてお伺いしてまいりたいと思っております。佐藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、今回のその首長竜のちょっぴりニューアルはですね、なんと佐藤先生、新型コロナウイルスのためにですね、こちら館に実際に来ていただくということは1回しかできなかったんですよね。なので近くでこの標本、吊り下がっているものなんですけれども、これをですね、下ろしたところをじっくり見るというのがしていただけなかったんですけど、どうやってそれを乗り切ったかというと、リモートでオンラインでこう、ね、カメラを通して一生懸命という形でですね、見ていただいたんですけど、まあそのなんて言いましょうか、カメラこう画面越し、パソコンの画面越しにこう骨の角度とかですね、こう立体的にはこうなっていたはずだっていうのやり取りが非常に難しかったじゃないですか。本当に、ね、難しかったですね。ね、そうじゃない、こっち、いや右手から写して、いやいやそっちじゃなくてみたいなね、本当に遠くから見たらコントみたいだったと思うんですけど、はい、そういうのを頑張ったんですが、今日のご講演を聞いててふと思ったのが、平面であるものを 3D で考えるってすごい難しいなと思ったんですが、実際に出てくる化石っていうのもですね、今日もスケッチとかでお示しいただきましたが、結構ぺったんこで出てくるものもあるわけですよね。あれを立体にしていく作業ってやっぱり相当難しいんじゃないかと思うんですけれども、どんな風にされる、何を考えてどうやって立体の姿に戻していくんですか？それはですね、もともと歪んでない時の形を知ってるから戻せる。だから例えばそのサラソメ、今日のタラソメドンの例であれば、頭の骨が潰れて、はい、るわけじゃない。ぺったんこになってますね。だけど、ぺったんこになってない首長竜の頭の形を知っていれば、例えばこう丸っこい形のものが、こういう風に押されて潰れてるんだなっていうのがわかるので、元に戻したらこんな感じだろうなっていうのは、それは、わかりますね。やっぱり化石って不完全な、その、歪んでるだけじゃなくて、欠けてたり、壊れてたりってこともごく普通に起こるので、で、そういう時に元の形を知るっていうのは、その壊れたものだけ見ててもわからないんですよ。なるほどね。なので、基本的に知ってるものに基づいてやるってことをします。で、時々、例えばその、頭の形でも何でもいいんですけど、その、これまで自分が知ってるものとそのまんま同じ形で、できないっていう時は、例えば頭の骨であれば、ぺっちゃんこに潰れてても、例えば頭って左右対称なんですね。はい、でそれで、潰れてるけれど、あんまり潰れてない部分の骨っていうのを使って、ここがこういう風になるから、幅が右側がこうだから左も同じぐらいの幅だろうなとか、この骨の長さとこの骨の長さの比率がこれくらいだから、こう、まっすぐに起こすとこういう風になるんだろうなとかっていう、簡単な復元ですね。頭の中でこう、だからイメージしてこう歪みを直すみたいな。それは手がかりがあれば、やりますけど、やっぱり、そうですね。それが本当に正しいかどうかっていうのを、やっぱなかなか自信が持てなかったりはします。確かにその寄せ岩になるようなその元の形っていうものに確信が持てないと、それとやっぱりそっくりに復元していいのかどうかみたいなね、名前もあるみたいなことですね。なってくるとやっぱりこう、3D の姿を復元するっていうのもやっぱり難しいと思いますし、さらにそこから動きみたいなものを考えていくっていうのはまたさらに難しいってことになりそうですね。そうですね。今日ご講演の中でも、その首長竜、北海道のですね、首長竜がこうアンモナイトを追いかけてるみたいな感じで、こう躍動的な絵をお出しになっていらっしゃったと思うんですけれども、今回も首長竜の復元を通して、その首の角度とかね、いろいろお話をいただいたと思うんですけど、果たして海の中でこの長い首って本当どんな風に役に立ってたんだろうとか、いろいろ疑問は湧いてきちゃうわけなんですよね。どんな風に動いてたんでしょうねって、でしょうねって聞いてるの。基本的に、はい、ただ伸ばすとこうあっただけなんじゃないかなと。あんまり曲がらない。はい。こんなにこうで
水の中ってやっぱり抵抗がありますから、そうですね、なんか変に曲げた状態で泳ぐと多分首が折れちゃうというか、抵抗があるので、あんまりその、早くこうなんだろう、こう動くと当然それだけ抵抗が出てくるので、はい、まあ、基本まっすぐで、おとなしくしてたんじゃないんですかね。でも確かに本当に自分がこう泳ぐことを考えるだけでもあんまりそうくねくね動かしてたとはちょっと思えないっていうところはありますよね。そうですね、うん、ってなるとそういうくねくね方向じゃなくても長くなることの利点は何かあったのかなっていうことは思い浮かぶわけですよね。そうですね、まあだから首長竜で言われてるのは、まあ、首長竜のその首を上に上げるっていうのはちょっと難しそうなんですけれども、逆にここ、ね、海底の方に首を垂らす。うん。だからこう体、水の中に体を浮かした状態で首だけ下にやって、こう海底のものを食べるとか、そういう使い道は多分あったんじゃないかなっていうこと。うん、なるほどね。あとまあ、体が大きいっていうのはすごく、はい、生物として有効な武器っていう。なるほど、うん。やっぱ体が大きいものっていうのは襲われにくい。うんですよね、あ、はい、あ、確かに。だからまあ、ね、ただ、ね、首って、頸動脈とか取ってそうだから、そんなもの、うんうん、そんなものをあんまりこう、さらして生きるっていうのはどうなんだろうって、個人的には、と思いますけど、まあ、なんか良かったんでしょうね。うん、でも、実際、その、確かにこう弱点をさらして、ね、泳いでるみたいなイメージになってはしまうんですけれども、でも首長竜エラスモサウルスの仲間とかってもともと祖先は短かったものがだんだん進化で伸びてったっていうような例もあるんですよね。そうですね、まあ、首長竜のまあそうですね、もともと首が割とそこそこ長い生き物、うん、まあ、どこまで遡るかによるんですけど、なるほど、首長竜は、はい、まあ首が長いものっていうのが原始的なタイプ。うん、っていうか、まあ、中くらいの長さみたいな感じですかね。で、それから、はい、首が一番長いタイプのやつっていうのは、うん、サラソメドンとかの時代、白亜紀後期に突出して首が長いタイプっていうのが出てきたので、やっぱ首が長いっていうのに、やっぱり利点があったっていうのは間違いないと思うんですよね。なるほど。首が短いやつも、まあ、首が短いやつっていうのは何回か出てくるんですけど、うん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 、まあ、首が短いのがこう何回か出てくるっていうのは、はい、それはつまり首が短いことにも利点があったってことなので、うんうん、まあ、要するにどっちでもよかったぐらいの。ああ、でもそのお話って今日のご講演の中にありました、やっぱりその空を飛ぶ生き物に比べてその海中の生き物のこの姿形の多様性がすごく幅が広いねっていうお話にも通じるような気がしますね。そうですね。だから、なんかこう、特定のものに、こう、例えば、早く泳げなきゃいけないみたいなプレッシャーっていうのは多分、そんなになくて、うん、で、早く泳ぐやつっていうのは、それこそ、潜水艦みたいに、こう、なんで、流線型ですよね。だから、やっぱ抵抗をなくす。はい。魚竜とかは、やっぱりかなり早く泳ぐ。綺麗なね、本当そうですね。はい。こう、進化するっていうのは、それは、魚竜っていうのは、本当にこう、あ、早く泳ぐ方向に進化したんだなって思うんですけど、まあ、別にみんながみんな、その形になるわけでもないですし、うんうん、今海の中に生きてる生物ももちろん早く泳げるやつもいるけど、早く泳げないやつも普通にいますから、はい、確かにそうですね、はい、だからまあそんなにこう特定の何かに特殊化しないと生きていけないほど、うん、狭くもなかったっていうか、うんうんうん、もうちょっとゆとりのある生活をしてたんじゃないですかね。そうやって言われると首長竜の姿もちょっとのんびりに見えてくる気がするんですけれど、ただその首長竜のそのやはり何て言うんでしょうかね、どういうふうな生態だったかというか、どう生き方をしてたかみたいなところの復元がなかなか難しいっていうふうに聞くのは、現在の生き物にこれに類するものがいないからっていうことですかね。そうですね、復元が難しいっていうのは、まあ主に2つ理由があって、で1つは今おっしゃったように、はい、今生きてる首長竜みたいな生き物っていないんですよね、はい。だからそれこそどうやって泳いでるのかとか、この形でどんな利点があるのかって、その動いてる姿、生きてる姿を比べる、こう、こんな感じみたいにできないんですよね。それがやっぱり大きいっていうのが一つ。で、それからもう一つが、その、爬虫類の中にいろんなグループがあるんですけど、例えばこう、恐竜であれば、鳥とかワニに近いので、うんうん、まあ、鳥とワニに共通の特徴であれば恐竜にもあっただろうね、みたいに、その、今生きてる生物で近いものを使って、こうかもね、はい、こうかもねってことがある程度言えるんですが、首長竜って近く、
近い動物がいないので。はあ、なるほど。本当に首長竜の骨の化石しか手がかりがないんですね。なので、なかなかこう、なんだろう。うん。それこそ今生きてる爬虫類全部に共通の特徴みたいなのを探さなきゃいけなくなるので。なかなか、で、それで形が今生きてるもののどれとも違うってなると、なかなかハードルが高いですね。なるほどね。でもやっぱりその、もちろん見るからにその謎の塊っていうね、こんな首が、体の半分以上ね、首みたいなこう姿形からもちろん異様なので、その謎の生き物だなっていうのはひしひしわかるんですけど、やっぱり研究を長年してらっしゃる方にとっても、そういうその謎大きいというかね、そういう生き物なんですね。そうですね。はい、本当に。不思議ですね。なんかこう、これすごいこう、美しい生き物だなって私は思うんですよ。こうすごく優雅で、美しいなって思うんですけど、はい、なんでこんな形してるんだろうっていうのは、全然わかんないですね。未だにこう。っていうか、まあ、これでもよかったんだ、みたいな感じです。これでもよかったか、うん。面白いですね。でも、確かに、この姿形の生き物が、まあ、どういうその動きをしてたかとか、何を食べてたかとか、謎の部分は多いんですけれども、ちゃんとその生態系の中の一つの地位を占めてたわけですもんね。で、また、その長い首には利点があって、だから、やっぱり伸びていったっていう、その種というか、グループもいるっていう話ではありますもんね。そうですね。で、やっぱ世界中から見つかるし、うん、はい、本当に、あの、首長竜って、その中生代のほとんどの期間、首長竜っていうのがいたので。そうですよね。すごい長い時代にわたって生きてたはずですよね。だから、やっぱりこう、うん、で、その間に絶滅しちゃったやつも、他のグループは絶滅してたりとかっていうのがあるので、やっぱな、何か良かったんだと思うんですよね。何かの理由で優れてたと思うんですけど、何が良かったのかよくわからないけど、なんかよくわかんないけど、いつもそこにいる人みたいな感じですね。あ、でもそれはなんかそう言われるとまた魅力的ですね。そうですね。わからないけど、うん、うん、でもその確かによくわからないけど確かにいたはずで、その様子がというかね、証が化石なんですもんね。うん、そうです。で、見るとやっぱりこのね、すごくその首長竜、さっき先生がおっしゃったように、こうスラーっとしてね、美しい形だなというのは思うんですけど、またちょっとね、別の意味でもこう惚れ惚れするというかですね、あのそういうところはあのちょっとわかるような気がいたします。うん、で、あの、当館のそのね、透明度の復元の時も、ただその夏の生き物ではあるんですが、それでもちょっとずついろんなことがね、分かってきてるよっていう話もいただいて、例えば面白いなと思ったのが、あの、ちょっとまあ、細かいお話ではなくてですね、ざっといくと、その、例えばその肩甲骨のあたりの骨とかは角度までかなりあの、こんな風で、あんな風でっていう風でね、細かいあの、ご指示をいただいたりしたんですけど、あ、袋骨はね、よく分かってないからいいの、みたいな感じの、こう、扱いだったというか。なので、部位によって、やっぱりよく分かっているところ、よく研究されているところと、意外とそうじゃないところ、みたいなのが、やっぱりあるっていうことなんですかね。そうですね。ですね。まず、その、肩甲骨と袋骨の違いなんですが、うん、肩甲骨っていうのは、その、他の骨と関節したりするので、関節の面の角度、であったりとか、そういうのである程度その関節の形に合わせて組むと自動的にこういう形になるっていうのがある、わかる。綺麗にはまるみたいな、はい、こことここがこうはまるはずだみたいなのがちゃんと、ちゃんとできるんですね。はい、で、それに対して袋骨っていうのは、はい、袋骨同士以外どこにも関節してないですし、そんな感じですね。で、綺麗にこう一セットバーンと揃った状態で見つかる、うん、のが、このエラソノサウルスの仲間ではないんですね、ほとんど。大体、もう、こう、綺麗に、その、骨は出てくるんですが、もともと何本あったうちの何本残ってるのかがよくわからないみたいなことが割と多いので、はい、まあ、あったのは間違いないし、あの、骨盤と肩周りのその、胸周りの骨があるから、その隙間に骨が入ってたのは間違いないんですけど、はい。それ以上のことっていうのは、まあ、まあ、あったよね、ぐらいしか分からないという。なるほど。あ、でもやはり、そうですよね。あの、分かってるところはきちんとだから細かいところまでね、こう作り込んでいくことが可能なんですけど、でもどういうふうについて、ものは出てきてるけど、どういうふうについてるか分からないってなれば、しわ寄せはどうしてもそこに行かざるを得ないですもんね。そうですね。うん、はい、まあ、分かるものを固定して、だからサラソメドンの場合は、その骨盤のところ、うん、骨盤だけが背骨に近いところになるので、はい、まずそこは、うんうんうん、そこをまず固定、そこが唯一固定できるところなんですね。はい、で、それに合わせて、まあ、残りのそのお腹側の骨っていうのをこう矛盾がないように
くっつけていくとこんな形になりますみたいな。でも確かにおっしゃる通りで、そのここの骨盤のあたりの骨かなり詳しくですよね、角度とかこう全体で見てどういうふうなあの角度でこっち向きに傾いててってすごくね細かいお話をいただいたのはまさにこう骨盤の部分でしたもんね。なるほどね。やっぱり関節しているところが多いほどそういうあの方向性としては分かるんだけど、そうじゃないところはやっぱり分かりにくいという、あの一体丸々骨があったとしてもやっぱり分かりやすいところとそうじゃないところっていうのはあるわけですね。そうですね、やっぱりこう3次元のものが地層だとどうしても、ね、潰れて出てくるので、はい、元の本当の3次元の形っていうのは基本的に分からないんですよ。なので関節がその陸に住んでるものは特にその骨同士が割としっかりくっついてたりとか、そういうのがあったり、あと似たような生物がいればこう経験則でまあこの辺かなみたいなのもあるんですが、もうこう、首長いは本当にお手上げですね。その点。はい。まあ、で、そこがね、魅力というね、お話もさっきありましたけれども、なるほどですね。あの、今回実はですね、この首長竜のその化石、こう、機械があったら直したいなという話になった最初は血道球でしたよね。そうですね。あの、はい、あの、タラソベンドを見ていただいたときに、あら、血道球がっていうようなね、ご指摘をあのいただいて、あら、あらっていう話になって、まあ、どんどんこの、あの、今明らかになっていることをちゃんと反映しましょうみたいな話になってきたわけですが、この血道球、その V 字になっているのは恐竜だとそうなんですよっていう話をね、今日していただいたじゃないですか。で、首長竜は開いているわけなんですけど、血道球が閉じているか開いているかって何か本質的な違いって何なんでしょう。中に抱えるその臓器というと変ですけれども、器官だったりするんでしょうか。ですね、一応まあ血管が通ってるんですけど、はい、別にそれ以上のことはっていうか、でその血管はまあ当然化石として残らないので、はい、あ、そうですよね。だからまあ今生きてる動物から想像するとまあ血管ぐらいしか取ってなさそうだよねみたいな感じなんです。なるほど。まあ、だから開いてるから閉じてるからっていうのが、その恐竜、例えばそのハドロサウルスみたいなこうなんだろう、尻尾がこうがっちり残ってるタイプのやつっていうのは、割とこう血道球とあと背中側に出てるのがまあ神経局っていうのが背中側に。でもありますね。こう板みたいについてるあれですね。はい。だからあれが両方ともこうビャーッと飛び出してるので、で、そういうやつっていうのはまあ割とこう平べったい尻尾になるっていうか、まあ、それなりに、形に影響するんだろうなっていうのはあって、で、それと同じ考えでいくと、まあおそらくまあ首長竜っていうのはそんなにこう平べったい尻尾はなかったんだろうなってことはわかるんですが。はい、はい。となるとやっぱ復元図には影響して、ちょっと丸っこい尻尾というかね、まあそうですね。首長竜尻尾短いですけど、こう、ぽってりした感じ。まあ、そうですね。あんまりこう平べったい尻尾じゃないっていうのは、まああとあの、尾椎からその肋骨ですね。尻尾にも肋骨があるんです。出てますね。ちょん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 って出てますね。首長竜ってちゃんとその尻尾の横っちょの肋骨っていうのも横にそこそこ張ってるので、はい、だからまあ割とこう丸っこい尻尾だったんだろうなぐらいのことは。なるほど、ありがとうございます。本当にね、細かいところまでいろいろとあのご指示いただき、またいろいろとね教えていただいて、私自身もこの復元のそのちょっぴりニューアルですけど、意外とちょっぴりじゃなくなりましたけどね。はい、このリニューアルに携われて本当にあのワクワクしたというか面白かったなと思うんですけど、あのまだね本当にリモートでしか見ていただいてないんですけど、それでも。例えば佐藤先生がじゃあこの命の海科学館のタラスメドン、ぜひここを見て。って言うとしたらどこをお勧めされますか。どこでしょうね。もう、うん、どこでしょう。いや全部。あの頭だけ直せなかったので、はい、頭はもう本当にどうしようもなかったので、頭はまあ、はい、置いといてって感じですけど、まあ、それ以外は、はい、頭はねやっぱちょっと簡単に直せるものではないので、はい、どうしても。まあ、元々のモデル自体が、やっぱりまだ首長竜の頭の形っていうのがあんまり分かってない時代におそらく作られたんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、あとそんなに中まで細かく作り込むものでもないんだろうなっていう気もしますから、凝りまくって作るとえらいことになると思うんですけど。
なるほどね。じゃあ本当にこれはちょっと次世代への宿題ですね。そうですね、はい、はい、細かい、今だと多分細かい模型からその細かい模型を作り込んで 3D スキャンして 3D プリントして中まで細かくやるとかそういったこともね、あの可能なんじゃないかと思うので、また本当にあの次10年後か20年後か分かりませんけど、直す時が来たらその頭の話もねできるといいなというふうにね思います。20年経つとですね、あの私と佐藤先生実はあのバッチリ大体同世代ぐらいなんですけど、20年経つともうちょっとこうユボユボしてるかなと思う。そろそろって感じですよね、はい、でもぜひね何らかの形でねご一緒に、はい、携われると嬉しいなというふうには思いますね。そうですね、はい、はい、本当にこの度は、ね、この首長流復元ちょっぴりニューアルが意外とちょっぴりじゃなくなっちゃったリニューアルなんですけども、本当に佐藤先生と、まあ、本当に関わってくださった、まあ、匠の技というかね、あの、業者さんたちもすごく熱意を持ってやってくださって、そういう方の本当に力と熱意と思いで、まあ、成功したなというふうにね、思っておりますので、はい、ぜひ、一度その集大成ね、あの、コロナが収束しましたら、先生にもですね、見に来ていただきたいと思っております。はい。本当に、ね、骨格直してくださった方々って、その、見たこともないものを、二次元で指示を受けながら直すって、はい、どうやってできるんだろうと思いましたけど、ちゃんとできましたからね。なんかやっぱプロってすごいなと思いました、はい、私も、はい、まあ、プロフェッショナルもだいぶ悩んでいらっしゃってですね、あの、はい、あの、ありがとうございましたっていう、あの、どう、あの、なんて言うんでしょうか、接続を来たとは、ムーンっていう会が始まるっていう。そうなんですよね。やっぱり、こう、はい、他の復元とかを見たとき、あの、お手伝いしたときもそうなんですけど、はい、こう実物の標本を見ながら、触りながら説明するのでも、やっぱそれなりに大変なんですよね。はい、で、それをさらにオンラインでやったから、もうそれはとってもご苦労をおかけしたと思いますから、なんか。いや、もうそれはお互い様でございまして、あの、こちらが理解するまでしっかり付き合っていただきましてね、本当に、あの、先生の方も、あの、大変だったと思いますので。はい。いやでも、あの、集大成として本日ですね、あの、素晴らしい講演会もいただきましたし、こうしてですね、あの、当館のタラスメドについてのこうお話もですね、伺うことができて、本当に、あの、光栄です。また機会がありましたら、ぜひですね、あの、当館のにも、もちろん見に来ていただきたいですし、また本当機会がありましたら、さらにいろいろなことが分かってきた首長竜について、またお話しいただく機会もあったらいいなというふうに思います。本日は本当に佐藤先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、これに終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい。